宙をかける歌舞伎ものうなぎさゆかです。キャーンというわけでですね、今日はなんとあの素晴らしい帝国から超グレートの方が来てくださっています。グレートウォーカー選手です。イエーイ。新日本プロレスの支配者グレートウォーカーである。今日はよろしく頼むぞ。すげえ。それだけか。もっとなんかあるか。いやでもなんか私本当にめちゃくちゃ応援したかったんですよ。おう、なぜじゃ。やっぱキャラ結構ブレないじゃないですか。キャラって言うんじゃない。貴様のその言葉でブレるんだよ。はい、なので今日はなんか帝国秘話などいろいろお聞きできたらなと。ああ、なるほど、よかろう。ぜひ。お、やったー。ぜひもなし。スターダム。コズミックエンジェルズご存知ですか？ああ、知ってるよ。おー、嬉しい。あの月節の輝きスターダム女子校をチラッと見てるから、はい、あ、ありがとうございます。スターダムの中でも一段とこうアイドル性というか、ちょっとなんていうかな、華やかというか。そうですね、華やか感じのイメージがある。はい、合ってる。合ってます。週刊プロレスの年間ベストユニット、あ、第1位コズミックエンジェルズ、そして第2位、ヨダチ連合帝国、まあ改めユナイテッドエンパイが2位だったよ。はい、というわけで、まあ私たちが勝ってるんですけども、うん、はい、おめでとうおめでとう。よかったね。よかったね。え、今後の目標というか、どう支配していこうという計画はあるんですか？どうじゃの、まあなぜ帝国かっていうと、それぞれがやりたいことをやればいい。ああ、じゃあそこはちょっと一緒ですね、コズミックエンジェル。ああ、そう、はい、ここを尊重するというか、うん、ああ、そうなんです。で、要は別にベルト云々というか、そんなものは特に狙ってない。そうなんだ。あ、それよりも世が支配する新日本プロレスをいかに世に広めるか、名を轟かせるか、そっちの方が、まあ、課題だな。だから要は広報と、まあ、揶揄されることもあるけれど、他にはないメッセージ性っていうのを持ってプロレスを広めようとしてる。ベルトじゃないんだっていうのが結構私は衝撃でした。そうじゃの、まあベルトも全部一緒だよ。だからそいつが強いっていうのを表すためのアクセサリーでしかないからな。でも強いっていうアクセサリーはもう全く興味ないんですか？いや、そんなもんなくたって強いのはもう証明できるからな。すげえ、かっけえ。いや正直、要はね、プロレスが好きで入ったわけじゃないから。確かにオタク選考ですもんね。いや、オタクではないんだけど。え、オタク選考ですよね。オタクではないんだけれども。え、三次元の女ちゃんと愛せますか？いや、愛したことはないけれども。え、本当に？うん。え、それ寂しくないですか？いや、寂しくはねえよ。いや、愛したことなくても愛されたことあるから。え、でも 2.5 次元を愛してるわけですよね。愛してはない。いや、だからたしなんでると思うんだよ、こういうのは。かっけえよ。これはちょっともうちょっと話し合う必要がある。いや、あの三次元の女愛せないタイプの男なのかなと思って気になっちゃって。いやー、世の目にかなう女が現れなかったからな、今まで。え、どんな人がタイプなんですか？マジなやつで。エッチな人ですか？エッチな人好きそうですもんね。え、だから処すときさま、マジで。処されたい。処されたい。まあまあまあ、うなぎみたいなやつではないけど確かだな。いやいや、逆に貴様はどんな男タイプなの？もう知りたいだろ、これ見てるやつは。え、でも私結構絶対こうじゃないとダメっていうのがなくて、あ、でもこうなんとなくキスしたいなみたいな時のタイミング一緒の人がいいなっていう。よかったね。え、何が何が？やつがおるといいな。まあでも結局言ってしまってフィーリングだろ。あ、そうそうそうです、そうです。そう言えばいいのに、なんでこうキス限定になる。え、やっぱキスのタイミングめっちゃ大事じゃないですか。雰囲気があれば、まあ雰囲気とかじゃなくて、もう、あ、今したいなってキュッて言った瞬間に向こうもキュッてくる。運動神経いいやつでいいじゃん。そういうこと。そういうことか。あ、でもそうなるのかな。いや、いやだってそうだ、だってキュッて言った時キュッて反応したら運動神経の話。いや違う、だ気持ちが同じってことです。いや、もう双子じゃないで無理で諦める。いや、でもいるんですって、本当に。いたのか？います。いたのか？はい、うん、
わかった大丈夫か、これでファン減ってないの。いや、私ファン減らないんです。あ、そうか。はい、頑張ってくれるで、みんなが。私がキュッて言ったら、多分みんなキュッて来てくれると思うんで、大丈夫ですか。そうか、はい、わかったな。スターダム。いや、二人の共通点とか知りたい。え、なんだと思いますか。いや、そうだなぁ。え、絶対スターダム見てくださってますよね、きっと。見てないよ。一回もですか。その、新日本に何回か上がったの。あー、はい。でも、あれすらも見てないから。じゃあ、いや、というか、そもそもプロレスに興味がないから。え、でも見てますね。新日本プロレスすら見ないから。え、じゃあ逆にその見る試合って何ですか。見る試合気になって見ちゃう瞬間の。あー、まあ、やっぱ話題になってるやつかな。え、話題ってどういう意味の話題ですか。もうこの試合、本当にめっちゃもう絶対にベストバウトだから見てなのか、なんかこう、面白い。例えば、キラニがなんかスターライトキット、はい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 、見たくなったのは、みたいな。ああいう感じの、なんかちょっとこう、もうやっぱゼロの知識、ゼロのやつが見て面白いみたいな。でもそれ本当に大事だと思ってますもん。そうだ、そうだ。そういうためにやっぱそういう、なんだろうな、歌舞伎もの、はい、そういうキャラが必要なんじゃない。キャラじゃないです、ガチです。貴様はよく見たらキャラ何抵抗するんだよだからそういうな、自分の個性があるだろう、はい、やっぱな、個性が濃いかな、やっぱり受けやすいからな。あ、だからチラッとうなぎを見た時に気になったのは、やっぱ武器すごい。刀ですか。はい、とかやっぱ好きですか。まあそうじゃない、やっぱ武器はなんかかっこいいな、持って。え、じゃあお母様が持つとしたら何をしたいですか、武器。まあそうじゃのやっぱなぎなたみたいなやつ。あー、かっこいい。まあ、あと馬に乗って入場とかもしたいな。そうなんです、私もしたいよな。はい、馬に乗って入場するの夢で。前田圭司って松風って超黒いでっかい馬に乗るんですけど、私の最終目標がそれなんですよ。それがもしも生き物的に引っかかるんだったら、マジでデコトラで。デコトラ、はい、だいぶ変わるトラック、はい、デコトラで入場するのがマジで夢なんです。で、それも無理だったら、いつかコズミックエンジェルでバスタブに、泡風呂に使ったまま入場したいんです。バスタブでこう、泡風呂で入ってくるっていうのは、はい、びちゃびちゃのまま、びちゃびちゃだろ、はい、びちゃびちゃのまま試合します。ぬるぬるだろ、はい、ぬる、戦えねえだろ。いや、逆に勝てそうじゃないですか。いや、貴様やったことないな。ローション相撲ですか。違う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 、そうじゃなくて、リングが濡れると、はい、もうあれ走れないから。はい、でも夏とかは走れないです。夏のタイトルマッチとかはもう滑って走れなかったですね。でもちょっと見たくなるじゃないですか。ああ、まあでもつかみは最高かもしれない、はい、だって全くプロレス見たことない人が泡風呂で入場したって言われたら見たいじゃないですか。まあ気にはなるですよね。そう、一緒に入場しますか。絶対にやめろ。嫌じゃん、今日は嫌じゃん。嫌じゃ嫌じゃいやじゃあいやじゃって感じだ。あ、こんなのあるんだをやっぱ見てもらわないことに始まらないと思ってるんで、うん、いや、いい考えだと思うよ。はい、だからもう多分ほぼ一、もう男か女かの違いだけでほぼ私たち一緒です、うん、そうだな、はい、あ、あ、本当にのんちゃんのタッグとかも来るんじゃないかもしれない。あ、ないけどいや、でも、いや、軽く足だったけど、ないこともないだろうな。え、でも私、あれですよ、おとなしくそこのことができない。ああ、じゃあやめろダメ。俺たち敬語がそういうのじゃないから。ダメですか。悪党ではあるんだけども、やり方としてな、個々を尊重するから、はい、私もじゃあ尊重してほしいです。主役はあくまでこのリングのやつだから。どうしよう。いや、枠が出しゃばるないや、出しゃばってるんじゃないんですよ。自分らしく生きてるだけなんですよ。まあ、そういうやつとはやっぱり無理だな。どうもやついや、もう無理すぎる。あかんかった。スターダム。どちらかというと悪党なの。どちらかというとこういいもんなの。全く悪党ではないんですけど、私単体は本当にナチュラルヒールってずっと言われているので。そういうとこ悪いだけじゃない。いや、性格悪くてヒールってできなくないですか。今のは考えちゃった。今のはカットしろ
でも私ヒールレスラーすごい好きで、でもやっぱそのぐらい人を引きつける魅力があることをなんか大胆にできるってド変態だと思ってるんですよ。ド変態じゃないですか、うん、いや絶対ド変態ですよ。どう感じ？まず見た目も変態じゃないですか、そもそも。まあ、見た目はまあ認めてやってもいいよ。まあ後で聞いたもそうですけど、まあ、見た目変態だとして、なんでド S じゃないですか。ああそうじゃない、ド S 寄りの変態じゃないですか、まず。でもう技名はまあまあ変態じゃないですか、ってなると総括変態なんですよ。玉座とか便座とか。はい、便座は良くない。てか貴様よく知ってないようなことを。はい、見てます。あ、見てるのか。はい、ずっとシングルやってるのとかも見てますし。あー、こないだな19連戦させられて。すごいですよね。あー、新日本に嫌われてるからね。いや、嫌われてないです。あ、新日本に嫌われてるからな。スターダム行こうかな。あ、来てください。俺に研究に入って。そうじゃな、まあ、スターダム試合するのもまあありといえばありだな。え、コズミックな王冠さんみたいです。コズミック王冠みたいです。そうだな、そのコスチューム、はい、あ、デザインしますね、私が。いや、もうツイッターにいっぱい上がってるから。いや、だからやっぱなんかファンの方と一緒に作ってるじゃないですけど、あ、世界観がすごい好きです。そういうのはないのかな、かファン絡むというか、ファンを利用するみたいなことはないのか。あ、でもファンの方がすごい絵を描いてくださったりとか。そういうのあるの。はい、ステファンっていう恐竜のぬいぐるみを連れてるんですけど、うん、ステファンの漫画を描いてくださった方がいたり。ああ、すごい、はい、でも私もすごい本当に二次元大好きで、小野大輔さんの爆弾だったりとか。ああ、本当か、はい、俺はすごいの。そうなんです、してたし、スロットの声優とかもやってたんですよ。だからもうほぼ私たち一緒なんで、コズミックオブガーンとしてぜひ。まあそうだな、それも一向だな。はい、まあやっぱりこう男とか女とか関係ねえからな、はい、強いやつに。まあ一向ということで考えておいて。やったー、泣き西も新たやったー。じゃあ私もあのグレートウナギとして、うん、こうやってやります。グレートウナギ高そうなんだ。まあそれも面白いだろうな。はい、まあ4もじゃあなんかやるか。やったー。書類交わしてないから。